皆さんこんにちは、アドバサロンエンパワーの宮里です。今日は私が最近内観で学んだことについて話したいと思うんですけれど、はい、そのアロマのなんかこうお客さんがまあ来てたんですよね。でお客さんが来てて、私たちここに、まあ、こういうふうに座って、あの向かい側にお客さんがいて、で私さ、なんか好きなことをさシェアするのすごい好きじゃない、うん、で、あ、このオイルいいよとか、うん、香りいいよとか、これ美味しいよとか、まあ、情報でも何でもなんですけど、いいものはすごいシェアしたがるんですよね、うん、で、その時もお客さんが来てて、で、なんかオレンジの香りをこう手に垂らして、香ってみてくださいとか、あとはまあその方レモンがいいっておっしゃったので、飲むことができるんですって言って、そのお水にっていうかコップに垂らしてお水を注いでこう飲んでいただいたんですけど、その後にもうそういうのも全部終わってから、あなたが、うん、私に、いや、なんかそういうのは自分は嫌なんですよね、うん、なんかなぜかって言ったら、そのいや手に垂らしてほしくないっていう人もいるだろうし、うん、飲みたくないっていう人もいるっていう話をして、いや私は確認したつもりだった、うん、だけどそういうのは一応気をつけてるみたいなことを言って、まあ私は別に否定したわけではなかったはずなんですけど、私はどうしても、なんだろうな、自分自身が、私自身が自分を否定しているので、相手の言葉が否定している、自分を否定されたと聞こえてしまう、うん、認識するで この人は指摘したつもりもなく、否定してしたつもりもなく、うん、でも私は、まあ、この場は、まあ、いいことにというか、なんか時々私その瞬間に向かってだとかすることもあるんですけど、うん、その時はしなくて、あ、私そういうことあるのよねって笑って、あ、大丈夫でしたかとか確認しながらできたんだけれども、うん、でもその後ずっとモヤモヤしてたので話したんだよね、うん、でそのいや、そう、人前でこう言われると指摘されてる、うん、そして否定されてるように感じるから、こう言い方を変えてほしいみたいな話をして、うん、私にもそれを変えてほしいってね、そうそうそう、そう言ったんだよね、うん、でそれは自分の内観ポイントで、こっちはその事実じゃない、うん、否定してもない、うん、まあ指摘し悪く言ったつもりはない。それはその両方、私の立場もお客さんの立場も守りたくてその発言をしたはずなのに、うん、その私はそう受け取った、うん、だから受け取る、それは、うん、私の考え方が何か言われると否定されているっていうふうに思い込んでいるから、そのように感じる、うん、だから感じるので私の、まあ、問題というか、うん、私の感じ方の問題、うん、考え方の問題、考え方によって感情が違ってくるっていう話だよね、うんうん、そうですね、うんうんうん、まあ、前提で、まあ、エッセンシャルオイル、うんうんうん、とか香りとかっていうのは、やっぱりその香、このね、今回の話はそのオイルを相手に、しかもこれがこのオイルの香りだとか、オイルがこれ引用するのが初めてだとか、うん、で手につけるのも初めてとかっていう人に対しては、特にその本人もそれに対しての分からない不明確な恐怖心があったり、前にね、で逆にもう前知識があって、あ、これは飲めないものだよねとか言って言ったり、うん、いや事実と違うことだとか、うん、よ、とにかくその本人がどう受け取るかわからないものに対しての、僕はこの間に入っての話だったんですけど、やっぱりその同じ、僕は個人的に事実というか、そういう考え方、相手の立場もあるよねっていうことを言いたかったんですけど、今回の話に出てきたように、こうちょっと認識の違いっていうかが出てきたっていうことがあって、うん、それが今回の内観ポイントになったっていうところですね。そうね、うん、なんかこう私欲あって、うん、でそれはなんかその親から否定されたように受け取って、ずっと生きてきた部分があったので、それが根っこにあるので、
その誰かに言われるとそこに触れるので痛いみたいな、うん、そんな感じでいつも大きく反応してしまうっていうのが私のその中にある見つめる必要がある部分だなって思っていて、それはもう何度もそういう場面にあるので、私どうしてこうなんだろうっていうのをこう知りたくて、うん、その今栄養コーチングっていうのを学んでいるんですけど、すごくよくって、でそれをやるようになって、もっとさらに私どうしてこうやってその反応してしまうかなっていうのをよく話し合うようにしていますね、うんうん、でそのまあこの今学んでいるコーチングの中で、そのうーん物事この問題に入り込みすぎないで内観をするってことを最近学んで、しかもエネルギーを高めることを楽しむ、うん、そしてエネルギーを高めてから内観するっていうことをチャレンジがあって、課題があって、でそれをやってたんですね、うん、でその時にあそっかそっかって思って、じゃあまあちょっとまあ一応話し合いもして、そっかそっか事実だよねって分かってるんですよね、彼が私を傷つけるために言ってないってことも分かっているけど、勝手に傷ついている部分があって、そういうことってよくあるかなっては思うんですよね、うん、でじゃあどういうふうに考えたらいいかなって思って、でその課題の中でエネルギーを高めて内観する、そしてもう一つは視点を高くする、うん、つまりもう自分とその目の前に起こったこの2人だけの関係じゃなくて、うん、もしまあ、宇宙というかそのもっと引いて高いところからこれを宇宙さんがとか、まあ、天使でも神様でも何でもいいんですけど、なんかとか別の角度から、あるいは山から誰かが見てるとか、まあ、何でもいいです。でそういうふうに見てたらこの出来事をどういうふうに捉えるだろうかっていうふうにな視点で考えてみたんですよね。で私は宇宙っていうふうに大きくくくってやって、で宇宙さんがこの出来事を見ていて、そして私がその例えばそのエッセンシャルオイルをつけた人、そしてまあ飲んだりとかする人に何かトラブルがないように、彼を通してメッセンジャーみたいな形で、うん、そのね、あトラブルがないようにこれを伝えなきゃって言って伝えてくれていたとしたらって考えたんですよね、うん、そうすると、あ守りだったってすごく思えて、あこれはめちゃくちゃ守りだし愛なんだって思えて、とってもなんか視点が変わって気分が変わったんですよね。でそれがありました。でそのすごく私は大きな気づきだったなって、イライラで終わるんじゃなくてすごくあったかい気持ちになって終わることができて、すごく良かったな、大きな気づきがあったんです。で次の日に少しまあちょっと嫌っていうかなことがあって、そのでもなんかこういう場面はこの科学的にこういうふうにっていうふうに、まあ、ちょっと具体的にちょっと言えないんですけど、そのなんかね出来事があった時にやっぱり彼を通して、あ彼が嫌なあれをしたとかじゃなくて、別のまた場面で何かあって嫌なことがあった時に、嫌なことってその人は嫌なことをしてるわけじゃないんですけど、なんかそれも同じように、あ宇宙さんが守りだったから私こんな状況にあったって考えることがすぐにできて、うん、そしたら立ち直りが、この嫌だったとかがっかりしたっていう気持ちが早く乗り越えられたからすごく良かったなって思いました、うん、本当に思い込みとかで、思い込みって勝手に思い込むことができるので、良い方にも、うん、悪い方にも思い込むことができるんです、うん、だから私いろいろある人と話してた時に、ああそれは妄想だったねって言われた時に笑ってしまったんだけど、その自分が嫌だったな、辛かったなって思ったことも全部あなたの妄想だったねって言われて、あ、そうだねって思って、うん、でその妄想を逆にいいものに変えていくと、いろんな解釈、あ、守りだったって取ることもできるし、うん、愛だったっていうことも捉えることができたら感情が変わるんですよね、うんうん、なんか愛されてるのに嫌な気持ちをするのはあまりないので、うんうん、だからすごく良かったなと思っています、うん、そうだね、うん、で結局さっきの話で、結局最初の時は個人的にな思いは、うん、な
なんだろう、こう攻撃されてるような認識だ。そうだね。もう問題に、ちっちゃなことになんか囚われてたという言葉とか、そういう考えから、宇宙というこう一歩引いた視点で、あの同じことを見てみると、逆に自分を守ってくれてた行動だったんだっていうのに気づいた、気づけたってことなんだね。そうね、それがすごく大きな学びでよかったなって思います。同じ物事を別の角度から見るっていうことの大事さっていうことを言いたいんだよね。そうだね、私なんかあんまりそういうことが得意じゃないんだけど、あなたはすごい得意だよね。なんかいろんな視点で物事を見て、そうね、上からも下からも、横からも、横からも、時には中から見るからね。そう、だけどやったことがないので、その分からないので、分からないから、なんだろうな、違和感に感じるし、嫌に思うし、いや、なんか違うんじゃないとかって思ったりとかしちゃうことがあるんですけど、よく話を聞くと、考えてることが実は、まあ、一緒というか理解ができるものだったりすることがあったので、やっぱりその言葉だけにとらわれる必要もなくて、本当に言いたいことをよく話し合うってことも大事かな。自分が思ってるこれと、あなたのこれが一緒だったんだねって知ると安心したりとか、そう分からないこととか理解できないからイライラしたり不安になったりするかな。そうだね。まあ人で言うと、田中さんって人2人の中に、あの田中さんがさって突然始まった時に、実は彼女の中にも3名ぐらい田中さんを知ってる人がいて、こっちにも10名ぐらい田中さん知ってる人がいて、でどの田中さんか知らないけど、自分勝手な田中さんを思い浮かべて、あの田中さんがさ、最近さ、ちょっと怪我したんだよねって言ったらびっくりしたり、そうだね、そうそう、実は彼女、まあ実際の田中さんは全然知らない、彼女にとって知らない田中さん、こっちが勝手に知ってる田中さんのことを話し上げたのに、確認もしないで、思い込んで A さんの田中さんと思ってて、この人は全然 D さんの田中さんって言って、話が違う、こんな話聞いたことない A さんからとか、これは勝手な思い込みになって、でもこっちも発信する側も、あのちゃんとどこどこの誰々の田中さんだよっていう、要はここが認識してる A さんじゃなくて D さんのことだよっていう、あのちゃんとこう確認すり合わせ、物事ってちゃんと確認する、あの本当にあのみんな勝手なんですよ、結構人の頭って、あの必ず当たってると思ってやるんですけど、大体間違ってますあので間違ってるっていう前提でちゃんと確認していこうという認識があると、あのちゃんと、あ、違って、そのスタートから違ってたんだね、あ、ごめんねってなってくるんで、あのちゃんと確認していこうという優しい気持ちになれると、大体自分がこうでしょ、ああでしょってなってくると、決めつけて、自分勝手になってしまうので、もう自分勝手なスタートはあのうまくいかないです、大体で、なんか ここもあの A さん、 A の田中さんっていうのを説明できなくて、そして D、 こっちが言ってる D の田中さんが分からなくて、イライラしちゃうっていうのがあるけど、ゆっくり落ち着いて、だからそのそういう話し合いする前にとかは、あのエネルギーを高めてやった方がいい、まあ、つまり伝えやすく受け取りやすい状態にする、なんか、いや、あの実はここで問題があったわけじゃなくて、その前にイライラしてたから、ここの話がもう聞こえなかったっていうのがよくあります、私も。だからたくさんの場面でね、あるね、だからそのあるお母さんがその旦那さんにイライラしてたみたいで、で、あのだけどちょっと変えようと思って、まず自分の話したいこととか、なんか言いたいことを言う前に、一旦旦那さんが帰ってきたら、なんか面白いこととか、なんか楽しいことを話して、2つぐらい話した後に、なんか話す本題をやるようにしたら、すごくうまくいったっていう話を YouTube でやってました、ポロポロファミリー私も大好きな、だからその私も笑い、私は笑いとか大好きなので、とか赤ちゃんとかも大好きなので、そういう動画を見た後に話し合いをしたりとか、したら捉え方が、ああそっかって落ち着いているので、話を聞くことができたりとか、大体こういうの気持ちの問題なんですよね
特に女性の場合は気持ちの場合、まあ男女関係ないんですけど、ただ問題なのは気持ちは正しくないことをすることが多いですね。理路整然としてないのは感情はもう波風、っていうぐらい、とにかく風のように、天気と、女性の心はね変わりやすいっていうように表現されるように、そうもう安定してないことなので、その安定してないものに合わすと。ね、いい時にはいいんですけどね、解釈も違ってくる、そう違ってくる解釈が違うと感情が変わるので、話は何かっていうのは事実に基づいて変わらないもの、しかも共通なもので喋っていかないとでも大変なこと話になってしまうんで、そこは合わせていきましょう、物事の捉え方とかは感情に影響をするし、そのちっちゃい視点じゃなくて大きな視点で見るとうまくいくっていう話でした、はい、いつもご視聴ありがとうございます。皆さんの役に立ちたいと思っています。役に立ったと思ったら、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。